チャンネルをご覧の皆さん、キーです。イエイイエイ。今回、ついに最後の工程の紹介となりました。パチパチパチ。最後の工程は、お酒を瓶に詰める作業です。瓶詰めにも、たくさんの工程があるんですよ。では、早速中へ入っていきたいと思います。瓶詰めの作業は、こちらで行われています。まず、こちらの洗瓶機を使って瓶をきれいに洗います。とっても大きな機械で瓶を洗っているんだね。きれいになった瓶にお酒が注がれます。ちー、こういう映像大好き。ずっと見てられるよ。ライトを照らして、異物が混入していないか確認します。手作業で瓶に軽く蓋を乗せて、機械でしっかり蓋を閉めます。次は、豊川家のラベル貼り作業です。ラベルを貼る前に、瓶に付着した汚れを落とす作業をします。次に、ラベルを貼るため、のり付けをします。余分なのりは、このように、ドロドロっと流れ出ます。瓶にラベルを貼ります。ローラーを使って、ぴったりラベルを貼り付けます。ついに、豊川家の完成です。最後にもう一度、検品をし、ケースに積まれ、出荷されます。わあ、豊川家がいっぱい。みんないろいろな場所に旅立つんだね。以上が瓶詰めの作業でした。精米作業から始まり、瓶詰めまで、本当に貴重な体験をさせていただきました。酒造りの工程から技術まで、余すことなく撮影させていただきました。チーもすっかりお酒造りについて詳しくなったし、米田酒造さんが忙しい時は、チーが代わりに酒蔵案内できると思う。もしまだ全部ご覧になられたことがない方は、タイトル下にある動画についての説明欄にリンクを貼っているのでご覧ください。完成するまでずっと見守ってきたので、豊川家はチーにとっても我が子のような特別なお酒になりました。よかったら、インターネットからでも購入できますので、ぜひ、豊川家が完成するまでの工程を見ながら、豊川家を味わってください。では、次回もまた見てごしないねー。